痩せてるでしょ。今年まだ餌全然食べてないんで、あの日本中の皆さんこんばんは。今日ね、はい、ガサガサ行こうよ。ガサガサですか、うん、もうでも結構遅い時間じゃないですか今。行くよ網で。いや結構自宅にね、あ自宅ですか、うん、自宅池がいっぱいあって、これ、うん、第1池、第2池、第3池で、向こうにも第4池、第5池ってあるので、そこで結構いろんな魚がね増えてるって聞いたから、ちょっとやってこう。ここはメダカ池だな。この子のガサってもしょうがないもんな。こっちもメダカ池だな。ここの池怪しいな。ちょっと取ってみるわ。うおら、おっと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 、入っとる。え、おいかおいかゲットゲット。取れた取れた。いや僕取れないんですけど。うわ、取れ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 。ほらおるやん。これ何？おいかわだな。おいかわかなんだろうこれ。ちょっとわかんないな。この中入れていこうか。ちょっとこの中入れよう。やっぱおるなここ。おるな。ほら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 。おお、さすがプロ。これメダカかな。カダヤシ？え、なんだろうこれ。ちょっと指でやるとちょっと痛まないように。カダヤシはあれ熱帯魚じゃない？うーん、メダカがカダヤシだな。やっぱここのほら自然に繁殖しとる。要するにガサガサ行って、はい、このとこに入れといたのよ、ずいぶん前に、はい、したら増殖しちゃっとるわ。卵産んじゃったんだなこれ。あ、そんな増えるもんなんですか。増えとるわ。ものの3分やで、うん、軽くやっただけでこんなに。え、これオイカワかな。これオイカワっぽいな。ほんでこれメダカ、うん、メダカだなこれ。あ、天然メダカだこれ。前ガサガサの時取ったやつだ。だから、うん、これね、普通のメダカと違って、ヒメダカ？ヒメダカとかあの飼ってるやつ、さっき白メダカとかは改良だけど、うん、これは天然物。これ左側、これちょっと映ってるかな、これ。これ天然物なんですよこの子。うーん、天然物だから、これが天然物のメダカ。おー、やばない？ここもう謎のドラえもんポケットじゃないけど、こんな自宅におって。いやこの水槽。うわ、ちょっと待って待って。うわ、ザリ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 。うー、何やこれ。うー、おい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 、いや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 、これえ、ザリガニってこの季節もザリガニいるん？マジでおるやん家に。やばないこれ。すごい。ちょっとちょっと、もう外遠いとこ行かんでもいいやん。もう家でやっとりゃこんなにザリガニが自然繁殖。これ去年取ったガサガサで取ったザリガニが卵産んで増えとるな、これ。うん、しかもなんか一見死んどるそうに見えるけど、これ動くね。まだね、3月下旬で温度が今今日13度。あで寒いから活性が弱いの。ああなるほど。冬眠しとったような感じ。そんな感じ。だからこれが25度超えてくると、めちゃ活発に動くって感じ。で、そうだ。じゃあ小魚さんはかわいそうだから逃がして、ザリガニ君はうち亀、太郎とジロールやん。はい。あれまだ飯食べてない。 あのすっぽんですか。そう、今年まだご飯食べてないから、はい、あの子らにこのザリガニ与えよう。え、そう、いいんですか。ちょっとかわいそうだけど、あの人工餌食べないから、ほらこの子なんか俺が前手取って餌にしようと思って取ったやつじゃないこれ、うん、まだ生きとったんや。ザリ君ごめんね、すっぽん君の餌になっちゃうけど、これごめんなさいね。ザリ君これ怒って、もう金銀これ、うん、もう角が生えちゃってこれ手に。いや怒ってますね。怒っとる。やばいってマジで。ここちょっとちょっと、やばないこれ、うん、マジでこれはすごい。ザリが、うん、これもうわブリブリ。1年もんじゃないっていうことで、ね、ザリガニって結構生きるっていうこと。10年ぐらい生きるのかな、わかんないんだけど。でこれこっちちっちゃい子はこれね、こうやって引いてみたら、この子たちはまだ若い。でも2年目だよね、3年目か。この子らとも3年目とかなんかな、わかんないけど。ちょっとこれごめん、カメラに餌にしよう。柴田さんもうちょっと撮ってみるわ。まだおるんじゃない。まだこれまだおるかもしれない。
うわーやばないここ魚がこれブリブリ及川ほらなんかザリガニが尻尾振って手か足かわからなくて長いねこれこいつちょい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 これはやばいなこれ、うん、ちょっとこれまたニュースにならんヤフーニュースにえ こういうのなるんですなるなるだってこんなザリガニ取れないこのかわいいこれ、うん、これ魚がシジミまで繁殖しちゃってこれうわナメクジよっぽアブラハヤこれ、うん、アブラハヤに隠れとるなまだまだおるなあそこちょっとやろうよまだおるかもよいますちょっとやってみるわ、はい、このわけのわかんないため池いくぞうわうわなんか小魚からザリからザリガニがすごいなやばないこれちょいちょい俺もエセ関西弁の使い手として有名だけどおるよね、うん、無理やり関西弁使っていくスタイルやばないこれやばいちょっと言ってみてやばないちょちょやばないそれ関西弁なんか俺のイメージなんか関西の人ちょっとかわいそうに逃がしたいよはい逃げなさいじゃあさっきのザリガニ10匹ぐらいを、はい、かわいそうだけど亀の餌にしますものの5分ですよ入れるたびに魚取れちゃうこの魚にザリこのザリやばいなすごいなこれはやばいななんかお尻が蜂みたいなこれやばいってこれ、うん、じゃあ石丸さん魚だけ逃がしてあげて逃がしましょうか、うん、はい魚もちょっとここで俺もう去年取ったやつが生き残っとんだな今度このザリ君ザリ君はこんだけごめんねうちのスッポンも今年何も食ってないから、うん、もうそろそろ食事時なんで3月今日29かなあぬこくなってきたって、ね、だからちょっとごめん餌になってもらうわうん、上から見たらこんな感じですね 1,2,3,4,5,12 匹ぐらいのかなあれ最高やねザリガニってまた行こうかさまさんそうですねさあ太郎と次郎くんはここにおりますんちょっと水が濁って見えないなただここに間違いなく太郎と次郎くんが潜んでいるんでここにザリガニを投下しますはい、上から見て分かんないと思いますけどあそこにいます太郎くんか次郎くんがちょっと分かんないですけど行くぞほらほら逃げてったうわ逃げられた元気に生きとるなうわ真っ暗になって分かんなくなっちゃったなちょっと今度は太郎と次郎を網で捕まえるっていうねどっかにおるからね今おったから潜っちゃったかなあ魚が取れたおうおおだだほらほらだろほらほら今からねほら痩せてるでしょ今年まだ餌全然食べてないんでほら、今からザリガニ入れあげるからね。ほら、太郎くんいたよ。ほら、これはやばいぞ。ほら、今次郎くんかな今の。太郎くんもどっかおるから、どこにおるから隠れとんの。どこ寄るんだ。あ落とした今。今落とした。ちょっと茶色くなって今手突っ込んだら噛まれそうになった本当にもうちょっといいわ危ないここで指突っ込んで噛まれたあれだからもう次郎くんいたからいいや潜っちゃった土の中にさあこれがね太郎と次郎くんの初めての今年の餌ガチガチにこれハマっちゃったほらザリガニねこれをこの中に入れれば食べてくれるんでザリガニくんはごめんね餌になっちゃって
ほら入った。そして持っても持てる。ケツを持つんだよ。ケツを。ここ？そう。いくよ。ケツケツ。噛まれたらやばいからな。うん。うら。あーすげえ。うわ。じゃあ逃がしてあげてください。いくよ。はい。はい。ということで、ちょっと濁りすぎて捕食シーン撮れないですけど、まあこんなもん。メダカ君かわいいですね。